松坂農業公園ベルファームは三重県松阪市にある農業公園。通称はベルファーム。2004年からは松阪牛の中の松阪牛を決める松阪肉牛共進会が開催されている。2004年4月21日に都市と農村の交流拠点、自然や農業について学ぶ体験施設として農業をはじめとする地域産業の振興を支援し、 市民の健康及び福祉の向上並びに、伊勢自動車道松坂インターチェンジに、ほど近く車でのアクセスが良いことや、入場料が無料であることから、人気を博している。臨時休園あり、要確認。1990年の伊勢自動車道松坂インターチェンジの開通を受け、松坂市では、周囲の自然を生かした振興計画が持ち上がり、1996年に、 総務省のリーディングプロジェクト指定を受けて開園した。イングリッシュガーデン内、グラスハウスイングリッシュガーデンベルファームの象徴的な施設。基本デザインは英国園芸研究家系山だ。1.4ヘクタールの敷地内にそれぞれ異なる。表情を持つ9つの庭園があり、季節ごとに様々な花木や草花を楽しめる。営業時間は10時17時。 有料施設であったが、2009年に無料化した。池、遊歩道、ベルファーム開園前から存在した四号地、鬼が、保池、ザル池の三つの池と、ビオトープがあり、自然と触れ合える。学びの農場一角では、約13平方メートルの畑を1年間利用できる、マイ農園として、作物の栽培を学べるほか、農業講習会などに参加できる。 わいわい広場各種イベントが催されるほか、イベントの開かれない日は思い思いに過ごすことができる。グラウンドゴルフ8ホールを用意。料金は1時間で、大人300円、中学生、以下200円。施設の貸し出し技の工房、アートホール、レクチャールームのみの1広場などの施設は借りることができる。松坂商会松坂商会松坂市が誇る。 松坂牛や松坂木麺などの土産品を販売する。ベルファームのお菓子場松坂さんの野菜や果物を販売する。2009年5月1日開店。お食事どころはの香り三重県産や松坂さ産にこだわった食材を使った定食や松坂牛肉を使った牛丼、特産品のモロヘイヤを使った冷やしうどん、手書きのかき氷などが楽しめる。 農場レストラン時の武道出資者の農業法人黙々が直営するバイキング形式のレストラン。他の施設と異なり、ランチとディナーがあった。店内に黙々ショップを併設し、ハムソーセージ等の販売も行っていた。ガーデンカフェルーベル2007年4月に開店したカフェレストラン。できる限り松坂さん、三重県産の食材にこだわった手作りランチやスイーツを提供する。 農場バーベキューレストランマウブー2007年5月に開店したバーベキューレストラン。良質な黒毛和牛と県産ブランド豚、そして地元の取れたて野菜をオーダーバイキングで楽しめる。ひなやじの葡萄跡にオープンした伊勢市に本社を置くダイムが経営するビュッフェ形式のレストラン。2007年以降、指定管理者制度により松阪市に指定された。 株式会社松坂共同ファームが運営している。同社の資本金は420万円、従業員は28名である。代表取締役は、三重大学名誉教授で、農学者出身の大原京太郎。出資者は、以下のように、三重県の企業からなる。松坂市職員の名刺の図柄の一つとして、2009年7月2日から、ベルファームが採用された。ありがとうございます。